うわー決まったー よかった。いやー広がってるうちに攻めれてよかったですね。カウンター返しみたいになってね。惜しかったというか、入ったと思ってテータで。いやでも1点だからね。何で同点されたいとか、PK とかいろいろあるからね。いやー伊藤やっぱサイド張った時だよね。スペースある中でサイド張ったらこれね、個人の突破でもここでチャンス食ったもんね。いやもうずっと張り続けてほしい。このスピードでね、振り切った後このクロス上げれるからね。カウンター返しって感じかな。カウンターっていうほどは中国ポゼッションしてなかったから、ただ2トップがサイドと前に行った後に、この全体が広がったから、5-3にも結構丸びしちゃって、それで中央で起点作った後、右サイドで相手が肘にする前に決められたからね。だから横には広げられなかったけど、縦に広がった瞬間を選手の個人技で、まあ、崩したって感じですね。キッチンさん、森保さんが言い訳の材料をするから決定機外さないでほしい。でも点入るとね、一気に流れ良くなって、今までできなかったね、攻撃もよくできるようになったりもするから。右伊藤が張るようになって、ね、こっちの方が久保がね、ここ中取れるし、あとは室屋がどうするかね、本当だったらこの形ならね、室屋低い位置にいたまんまでね、左長友上がったら完璧なんですけど、室屋は室屋で上がってアピールしたいだろうしね。お、長友上げんのかい、そこ。一人しかいないんだからね。森保さんのうちは成長しないですからね、代表。柴崎はやっと降りてほしい位置に降りてくれました。タッチ数多いな。振り直したいよね。なんでこんなに同じサイドにこだわるんだろう。だって今のも別に森保さんが修正して決められたわけじゃないですからね。単純に相手のね、カウンターが決まんなくて縦に間延びしたところを、スペースできたから伊藤の個人技来ただけですからね。このね、5-3-2 でね、引くこと自体は別に悪くないんですよ。この状況になったら。で、前からのプレスもはまんないようにかどうかわかんないけど、日本が蹴ってきてるし。ただ、引いた後に、例えば、サイドの高い位置で、ムルヤとか伊藤とか、右サイドだと長友とか孤立するじゃないですか。その瞬間に同サイドに圧縮して奪い切るとか、そういう守備を中国はデザインしてないっていう、そこの方が問題ですね。守備の時間ばっかり長くなるっていう。まあ、別に中国のね、問題はずっとね、起きたまんまの方が僕ら的にはラッキーなんで、特に喋ってませんでしたけど、今はね。レオさんの戦術を知った後のオマーン戦が楽しみ。ああ、オマーンの監督にね、森本さんが送ってくれたからね。ただね、日本語を通訳できる人は多分向こうにいないと思うんでね。イバンコビッチ監督が日本語を学んでくれるってことなんですかね。ね、そうそう、だ伊藤張ってる方が絶対いいでしょ。伊藤だけじゃなくて久保が良くなるから、その方が。だけど日本代表に関しては点決めたとかアシストしたとかそういう具体的なあれでしか判断しないから、多分監督が。だから選手がね、無駄に上がる必要ないの前上がったりするんだよ。ちゃんと一個一個のポジショニングだったり戦術理解みたいなところでも評価してたら、こんな変な構造にはなんないと思います。俺がになりやすい、そうそうそう、ドロップインマッチみたいな評価の仕方してるから、ちょっと FIFA やってる人にしか分かんないかもしれない。